皆さんこんにちは、森有です。取りだめです。今日はね、ちょっとここにいっぱい取りだめ用に置いてあるんですけれども、1個目、この間この間原宿の東急スクエアの上に期間限定でバービーカフェができていたので、友達と最終日に行ってきました。バービーのこの袋がめっちゃ可愛いんですけど、よいしょ。バービーのね、本店がね、去年の、もう一昨年になるのか、あとね、一昨年の12月31日にジャパン撤退をしてですね、私多分出したかな、その動画。もうね、泣きながらバービーの原宿本店に行って、でショッパー買ったりとか、いろんなことをしてきたんですけれども、バービーがポップアップストアを設けると聞いてですね、友達と行ってきました。かわいい。ずっとね、ほんとバービー憧れてて、こういうふうなが書いてあるんですけど、本当に結婚式あげるときはここに書いてあるんですけど、バービーブライダルっていうバービーのドレスがあるんですけど、中学生ぐらいの時にバービーブライダルを見てすごい綺麗だなと思って、ポップアップストアとか出てるんですよ、たまに。バービーブライダルのところを見てて、うわすごい綺麗だなと思いながら見てて、で待ち受けもバービーブライダルのドレスだったりとか、本当にバービーが大好きで、特にバービーブライダルはなんかそのドレスを着ることでなんかバービーになれた気がするんだろうなって思いながら、なんかずっとバービーを見てきたんですけど、このステッカーももらってきました。ちょっと今下にあるので、ぐちゃっとしちゃってるから取れないんですけど、いや本当にね、なんかね、バービーイコールプリンセスみたいなイメージ、すっごい可愛くて、すごい細くて、目がパッチリしてて、なんていうのかな、本当に憧れの女の子なんですけど、そのバービーの、ブライダルもそうなんですけどね、いつか本当ドレス着てみたいなっていう夢はあるんですけど、この最後に行ったのでなかなか商品が売ってなくて、タオルだけ買ってきました。残り2個しかなくて、結構私タオルすごく好きで、いろんなタオルを集める習性があるんですけど、こんな感じです。ちょっと薄いかもしれないですけどね。いやこれでなんかトートバッグとか作ったら可愛いなと思って買ってきたんですけど、本当はね2個買いたかったんですけど、ちょっとなんかもう一人並んでる方がいらっしゃったので1個しか買わなかったんですけど、トートバッグね、こういうの作ったら可愛いなと思って買いました。私がバービー信者ってすごい分かっていただいて、このちっちゃいタオルなのにこの大きい袋に入れてもらってね、なんかすごい嬉しかった。全然バービー関係ないんですけど、この間ね、島村がうち地元にあるんですよ。でこっち島村ないんですけど、島村でほらバービーみたいなお財布をこの間いいとこに代理して買ってもらったんですけど、ちょっとこれをね持ってって、なんかバービー気分みたいな感じで、これ300円なんですよ、びっくりでしょ。はい、こういうもの持ってたりとかね、バービーのものほんとあっちにもいろんな、友達からポーチもらったりとか、バービーのねなんかいろいろステッカーだったりとか結構集めててね、これ今飾ってあるんですけど、バービーのこのなんていうの、店舗行った時に飲んだ、飲んだ、なんていうのこれ、飲んだドリンクのコップ持って帰ってきました。はい、もうめっちゃ可愛くない、ね、これは普通に自分で飾ってあるんですけど、中にスノードーム入れて、こうちゃんにあげたやつね。はい、こんな感じ、ストローを入れてこんな感じで上に今オブジェとして飾ってあります。もうバービーは本当に可愛い、可愛いとしか言えないぐらい可愛さしかない。バービーカフェ気になってもちょっと今はないんですけど、また多分バービーのフェイスブックだったりとか、いろいろジャパンテータしてもポップアップストアとかは出ると思うので、ちょっと皆さんそこら辺をチェックして見てみてください。ということで今日はバービーカフェに行ってきたよという動画でございました。バービー皆さん見てみてください。バービーブライダルマジ綺麗だから見てみてください。バイバイ。
はい、今日もご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ボタンはここら辺に出しておきます。そして過去の動画はここら辺に出しておきます。これからもよろしくお願いいたします。森有でした。バイバーイ。